すごいな、山田うどんのすぐ横がすき家ですね。山田うどんに商機はあるんでしょうか。非常に気になるところですね。はい、おはようございます。まあここはライダーの皆さんだったら結構知ってる人多いかと思うんですけど、まあ奥多摩に向かう手前のところですね。もうね、新青梅街道を嫌というほどまっすぐ進んだところにこの辺がありますけど、まだまだ先に奥多摩ってのはあるんですね。あの、遠いですおらしいんじゃないですか、この前の車。らしいん、めっちゃ可愛いな。ゆるキャンかなんかでお母さんか誰かが乗ってるんでしたっけ、らしいんって。なんかゆるキャンあんまり見てないからわかんないんですけど、らしいんはめっちゃ可愛いと思います。ちょっと欲しい。最近なんか若干だけ、本当に若干なんですけど、ちょっと車が欲しいなという気持ちが芽生え始めました。まあ多分寒くなってきたからだと思うんですけど、車なんか若干欲しいなって気持ちがね、定期的に僕やっぱ湧き上がってくるんですけど、いや俺いらねえなって、なんかね、ふと我に返ってやめるんですよね、いつもねもう全然なんか車がなくても困んないんですよね。しかも僕普段カーシェア使っちゃうので、使いたい時だけ使えちゃう環境があるから、別に持ってなくていいっていうのはもう分かってることなんで、いらなくねっていうの本当の大事なキーワードなんでね、もうこれをね忘れた日にはもう多分らしいん買ってますからねいやでもラシーンは本当に可愛いと思う。あんまりオレンジのラシーンって僕イメージないんですけど、なんかラシーンって言ったらなんか若干あの水色っぽいようなね、空色みたいな色ですけど、空色って俺も何年ぶりに喋ったんだろう、そんな言葉。グレンラガン以来だわ。今日は奥多摩の最低気温が3度で最高が13度ぐらいらしいんですけど、なんか思ったよりも日差しが結構暖かいですね。暖かいですねっていうか、もう着てるもんがちょっとガチ冬装備できちゃったんですけど、一番上はワークマンのイージス着ちゃってますからね。もうイージス着ちゃえばもう寒いとかないですからね。しかも今日僕その下に間違ってあのユニクロのなんかヒートテッククルーネックなんとかみたいなやつも着ちゃってるし、その下にはなんか無印のあったかインナーみたいなのも着ちゃってるんで、一人だけこんななんか超オーバースペックの冬装備で着ちゃいましたけど、全然そんな寒くなかったですね。で今日行くところも別にそんな奥多摩の超奥の方じゃなくて、あの奥多摩駅のすぐ近くなんですけど、廃墟じゃないんだよな、廃墟動画を見に来てくれる方がすごいいるんで、あの申し訳ないんですけど、今日はね、はい、廃墟ではないです。廃墟みたいなんですけど、あの現役のね工場ですね。はい、多分工場萌えの人にはすごい有名な場所だと思うんですけど、奥多摩工業氷川工場ってとこですね。石炭か石灰かを現役でこう採掘してる工場なんですけど、そこの工場がね、まあ味があってすげえいいと。しかもその工場の中に細い坑道が通ってるらしいので、そこはね、なんとバイクが通れるんですね。見た目だけちょっと寂れた雰囲気がすげえ味があるんですけど、現役で動いているというその工場に、まあ見た目が寂れてるこのバイクで行くわけですよねすいませんね、なんかね似た者同士なんでね、ちょっとあの仲良くさせてもらえればなと思って今日は向かってますけども、どうでしょうね、迎え入れてもらえますかねなんか自分で喋ってて今日すごいなんか喉がガラガラな気がするんですけど、どうですかね、なんか変な声になってないですか今日。ごめんなさいね、昨日一昨日とね、あの2日にわたってあの、まあ、仕事の話なんですけど、2日にわたってあの1日中喋り通すっていうね、非常にハードな日程だったもんで、やばいんですよね、もうね喉がね、もうねジャリジャリですよねビールが痛くて飲めなかったですからねどうにか喉の調子を治そうと思ったのが、一生懸命あのなんかね蜂蜜舐めてましたね。蜂蜜をねもうガブ飲みしましたね。ガブ飲みっていうかもうなんか舐め倒してましたね。ちょっとしたプーさんぐらいの勢いで蜂蜜食ってましたけど、蜂蜜にもう手をダイレクトにこういくぐらいでしたけど、いや助かった、あの蜂蜜すごかったな。あのなんかね、いただき物のねすごいんですよ。なんだっけな、リトアニアかな、リトアニアさんのね、なんかなんだっけな、ローハニーだっけ、蜂がすげえ頑張って集めたその蜜をもう本当にオーガニックに何の手も加えずにあの商品化しましたみたいな、すげえいい蜂蜜だったみたいですね。超美味しかったですね。もうだからプーさんの気持ちが若干わかりましたね。もう危うく瓶に頭突っ込みそうになりましたけど、危ないところでちょっと人間の理性で何度かこらえましたけど、まあ、そのぐらい一生懸命蜂蜜舐めてようやく回復してこんな感じの声になってますね。なんかでも若干変な感じがしますね。すごい違和感がなんかある。これ多分バイク乗ってる人だったらわかると思うんですけど、ヘルメットの中で喋るとあの自分の耳に超響くじゃないですか。響いたこの声がね、調子悪い時の声はねすっげー響くんですよ。それをね世界中に配信しようってんだからどうかしてますよね。ほう、だいぶ奥多摩感が出てきましたね。まだ全然手前なんですけど、秩父はなんか入り口からはい山ですよという感じですけど、なんか奥多摩はまだかなまだかなってなってるのに、いきなりはい山ですってなる感じのなんか山感がありますよね。全然伝わらないと思いますいやほんといい天気だな。やっぱちょっとこの辺まで入ってくると若干寒くなってきましたね。この奥はもっと寒いってことなんでしょうか。こっからまだ10キロ以上あると思うんですけど、10キロもないか、7、8キロかな。いやでも意外と道路が空いてて非常に快適ですね。僕の大好きなぼっちツーリングが意外となり
り立ってますね。おっと、日陰が超寒いぞ。これはこの装備で正解だ。よかったよかった。なんかピンポイントでめっちゃ寒いな。すごい、ここすごいな。なんだこれ。この間僕冷蔵庫買ったんですけど、その新品冷蔵庫ぐらいすげえ冷えてますね。ここでビール冷やしたら多分うまい。いやそう、冷蔵庫買ったんですよついに日陰が寒いって話から冷蔵庫の話に入るやつ初めて見たと思うんですけど、ちょっと冷蔵庫の話していいですか。この間ね買ったんですよ冷蔵庫大学生協とかで買った本当になんか単身用のちっちゃいしょうもない冷蔵庫を嫌というほど使ったんで、もうさすがにもうやめようと。430リットルぐらいのねクソでかい冷蔵庫買ってね、でまあそこでコストコ行きましたね。もうバカでしょっていうぐらい肉を買い込んで冷凍したんでね、もう当分俺スーパー行かない生活が続きますね。あとコストコ冷凍のブロッコリーが結構美味しいですね。あれすごい使い勝手良くてね、ちょっとなんか野菜足んねえなっていうところに適当にぶち込むとなんかそれなりに成立する。臭みとかも全然ないしね、ブロッコリーはすごいねいいですよ、おすすめです。いや本当ね、でかい冷蔵庫が来てからね楽しくてしょうがないですね。買い物も料理も楽しくてしょうがないですね。もう全然なんか外食する気になんないもんね。あとは単純に僕コストコの食べ物の味が好きなんでしょうね。ハイローラーとか大好きですもん僕はあとなんだあれだ、ジャークチキンですね。でっかい丸ごと1羽の鶏肉のやつあるじゃないですか。あれはロティサリーチキンなんで、それとは違うんですけど、僕が買ったのはなんか手羽先みたいなやつと骨付き肉のジャークチキンってやつですね。ジャークチキンうまかった。ライムを絞り倒して食うのね最高ですね。あれね、やっぱ僕ねアメリカとか中南米とかね、まあまさにジャークチキンなんてジャマイカの食い物なんで、まあまさに中南米ですよね。辺のエリアの食い物結構好きなのかもしれないですね。仕事でブラジル行った時もね、結構ねご飯がなんかすごい口にあったんですよ僕は。なんか治安的にちょっと怖いし、なんかマジかよって感じのイメージ持ちがちですけどね、意外とね治安以外は僕好きで、特にご飯がすごい美味しかった印象がすごい強いんですよね。まあ日系人が多いから割と和食のレベルもすごい高いし、僕らの口にも合うような和食が出てくるんですけど、まあそれ抜きにしても現地の食い物もね非常に僕は好きでしたね。ブラジルのすごい一般的な食文化ではポルキロっていうシステムがあるんですけど、食べ放題じゃないんだけど自分で量り売りでいろんなご飯をこうお皿に乗っけるんですよ。で自分の好きなものを乗っけて、最後に量りにそのお皿を乗っけて、で取った分のお金を払うっていう、そのなんか前払いのその量り売りシステムみたいな感じですね。まあ米料理も肉料理もあるし、まあ野菜魚寿司なんかもたまに置いてありますね。肉食べると重たいからその分お金がかかって、野菜とかちょっと葉っぱ系のね軽いやつはちょっと安めに食べれるみたいな、すごいなんか合理的なシステムですけど、それがね割とブラジルでは一般的なスタイルで、結構ポルキロレストランみたいなのが街中にその辺にポン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 あるんですよ。僕もブラジル行った時は現地のスタッフと一緒にポルキロばっか食ってましたけど、ポルキロとあとはなんか変な謎のステーキ屋、モンタナっていうなんかチェーン店の、日本でいうなんかすき家みたいな感覚でなんかステーキのチェーン店があるんですけど、モンタナのはなんかそんな美味しくなかったけどさあ奥多摩の道を走りながらブラジルの話するやつは初めてかもしれませんが、まあ僕の数少ない話題の一つなんでねなかなかねブラジル行ったことあるやつって周りにいないと思うんですけど、結構ねブラジルネタはねみんななんか面白かった話聞いてくれるからね、しょっちゅうブラジルの話しちゃうんですけど、まあその分大変な出張だったんで、まあそういうきつかった思い出もあるんですけど、やっぱりねその中で楽しかったこともやっぱあったわけですから、まあやっぱご飯美味しかったなっていう印象がやっぱり強いですね。もうこれが奥多摩駅の目の前あたりじゃないですか。ほら出た、わ立派ですね奥多摩駅、すごいかっこいい。こっちじゃない気がすんな。あ違いますねこれねそうなんですよ、これがその奥多摩工業なんですけど、こっちからだと入っちゃダメなんですよね。奥多摩駅の手前から裏を回って入っていけみたいな、なんか人のブログを 3,4 回読んで大体そんな記憶だけで来ちゃったんですけど、とりあえず Google マップで調べた感じこっちじゃなさそうな気は昨日のうちにしてたんで、多分これは間違いです。一回戻ってなんかね人ん家の横みたいなところに入るらしいですね。なんか結構無茶なことしてませんか僕。これ本当にこっちでいいのかな。でもここしかないもんね多分ね。頑張れトルクお化け、素晴らしい。トルクの化け物ことルネッサちゃん、さすがですね。いやーすごいなルネッサちゃん、すごいな、いけるじゃん、いけたね。あごめんごめんごめん、マジでごめん、あごめん大変申し訳ございませんでした僕の雑なアクセルワークでも答えてくれて本当にありがとう、感謝してる。あ違う、ここ学校だ、ごめんごめん間違えた。僕はこういう時無理に U ターンしないでこうやって後ろ向きにこう行きますね。後方確認はもちろんしながらね。でこう切り返します。これなら自分の思ってる通りの角度で安全な範囲内で行けますから。よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー。さあちょっとこの辺で一回リサーチを挟もうかね。ごめんごめんルネッサちゃん、エンストさせちゃった。アクセルワークミスってエンストっての僕初めてかもしれないですね。結構焦りますねこれね、すいませんでした。はいちょっとリサーチします。
やばくないですかこの坂。ルネサ史上一番頑張ったかもしれない。ありがとうルネサちゃん。おっとなんか始まりましたねこれね。これはちょっと本格的な国道ですねこれね。あ、来た来た。ここだ。ここに来たかったんです。ちょっと邪魔になんないよね、大丈夫だよね。こっちは立ち入り禁止でしょ。でこのね右が公道なんですよ。左は奥多摩工業の敷地だったような気がします。右行きますか。じゃあおっ、アドベンチャーです。ルネッサはアドベンチャーツアラーだっていう説がなんかまことしやかにささやかれてますけど、そんな感じですか。あ、すごいすごい、下を通る。すごいぞこれ。うわーすごいな、すごい、工場の下通ってる。え、これ公道なの。何これ、わーすごいすごいすごい。かっこいい、かっこいい、ここ。何ここ、え、仮面ライダーが戦うとこじゃないですかこんな。かっこいいっすね、すごい。あ、この先はダメなのかな、ここまでは OK なんだ。逆にちょっと止めていいのかしら、そこなんかあれですね、何かを吊るす用のゾーンみたいなとこですけど、いいんですかねこれ。はい、着きました。うわ、後ろもなんかすごい、かっこいい。石灰を作ってるところでしたね、確かね。ちょっと今見えないですけど、どっかにトロッコが走ってます。多分あの上じゃないかな。現役でまだ動いてる工場なので、あの山の中からトロッコが行ったり来たりしてるのが見えるらしいです。あ、違う、ここも行けるんだ、すげえ。うおー、すげえ、かっこいい、かっこいい。なんだこれ、ちょっとさすがにこの上に行く気にはならないけど、すごいな。なんかヘビとかいそうですねこれね。まあいいや、ヘビぐらいだったら OK でしょ。はい、すぐ下が川ですね。何川でしょう、ちょっと知らないっす。かっこいいな、ミッドガルみたいですね。ミッドガルだ、完全にミッドガル7番街、かっこいい。危ない。簡単なとこでつまずくとすごくなんかショックで受けますよね。なんか老いを感じますね、だんだんね。石垣の上にこのね工場ってなんかかっこいいっすね。あ、やっぱこのあれですね、この黄色よりこっちが私有地なんですね。なるほど、なんか突き出てるけどこれは OK なんですか。うわーかっこいい、ここがかっこよすぎる。なんだこれ、うわかっこいい。すごくないですか、さっきルネッサでここをくぐってきたんですね。おすごいすごいすごい、下がすごい、これもしかして全部石灰ですか。あ、そういうこと、それをこうこのカーテンみたいなんで覆ってるってこと、すごいじゃないですか。すごい、本当にすごいわ、見てこれ、見えますか、全部石灰ってことですよねきっとね。はあ、あ、かっこいい、かっこいい、ここかっこいい。ブルースワットが戦ってそうですね。ごめんなさい、ブルースワットが分かんない人はあの検索してください。うーわかっこいい、なんでしょうここ。
雰囲気がすごいね。ちょうど昨日ぐらいにヤフーニュースかなんかに載ったらしくてですね、なんか自転車好きなおじさんとか写真好きなお兄さんとかがなんかすげえ来ましたね。ちょうどバズりたてかもしれない今日やばいな、なんか超ミーハーみたいな感じになっちゃいましたけど、いやでも雰囲気がすごいですね。あーなんか1時間ちょっといましたね。お腹空いちゃった。そっか、さっきやばい坂を登ってきたから今度はそのやばい坂を下んなきゃいけないのか。憂鬱ですね。ちょっと頑張ろう。こういうやばいとこに止めるときは斜めなので気をつけましょうね。ほんとバイク倒れちゃいますからね。さあ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 、どうせ滑るんでしょ。知ってますよ。おっと、今結構危なかったですね今結構やばかったですね。ここが怖い。あんまりタイヤに駆動を伝えすぎると滑るパターンですねこれね。はあ、怖かった今いやーおっかなかった今、完全に滑りましたね今ねいやちょっと待って、ここからまだ気を抜けないですね。この落ち葉ゾーンを一回クリアして、はい、しましたと。おっ、いい景色ですね。景色がいいんだけどちょっと見てる余裕がないな。この小学校の子たちはすげえ羨ましいですね。こんないい景色の中で育てるんだ。あ、プールもすごい立派。いいな、プール掃除楽しいよね。もう全然この時期じゃないですけどプール掃除ってなんかすげえ楽しいですよね。僕なんか小学校の時プール掃除めちゃくちゃ頑張ってましたけど、ヤゴがいっぱいいてちょっとキモいけど、でも楽しいですよね。すごい坂なんですけど、いや、人力ヒルディセントコントロールしてますね今ね。めっちゃ厳しいけど頑張って、もうすぐです。もうすぐここの踏切さえ越えれば OK。 わ、なんかすごいかっこいいバイクが出てきましたね。いやー怖かった、危ねえ、死ぬかと思ったあーびっくりした前輪と後輪がね一緒に滑りましたね。いやすごい、よく頑張った俺、すごい。